どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、毎月29日は ANA の感謝の日ということで、本日ですね10月29日にもなっているという風になりますんで、本日はこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで ANA の感謝の日ね、毎月29日になっているわけなんですけども、本日ねもう10月29日になってるんですよね。まあ今まではですね事前にね動画出させていただいてたんですけども、詳細がですね発表されなくてですね、ちょっと申し訳ないことに当日になってしまったっていうふうになります。でですね、今回ANA のね感謝の日かなりねお得になっているっていうふうになりますんで、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで今回のね ANA の感謝の日は全部で7項目ということで、かなりね多いんですよね。ちょっとババッと読み上げちゃいますけども、まず1つ目がレストランフライングオフの先行発売、 ANA ふるさと納税数量限定返礼品、3つ目ですね ANA ショッピング A スタイルで、4つ目が ANA ペイダブルマイルで、5つ目が国内線減額マイルキャンペーン、6番目が ANA トラベラーズ特別プランで、7つ目がですね1月の搭乗分の九州沖縄 ANA スーパーバリューセールということで、全部でねこんな感じになってるんですよね。かなり多いですよね。ちょっとね一つずつね解説ねやっていきたいなと思うんですけども、まず1つ目ですね、レストランフライングホール先行発売ということで、12月にですね開催されるレストランフライングホールの先行発売がね本日行われております。でですね、出発日が12月4日、5日、18日っていう風になっておりまして、エコノミークラスがですね各席50席ですね、1人9800円でね販売されるっていう風になります。こちらね満席になり次第締め切りっていう風になりますんで、利用されたい方はですねぜひね早めにこちらもチェックしていただければなと思います。ちょっと冒頭に言い忘れましたけど、公式サイトね概要欄に載せておきますので、そこからね利用することができます。でこちらはですね ANA 感謝の日の先行予約っていう風になっておりますんで、10月29日1日限定でね先行発売っていう形になります。それでは次にね ANA ふるさと納税ということで、こちらね前回と前々回どっちかあったと思うんですけど、両方あったかな、ちょっと詳しく覚えてないですけども、結構ね毎回のように出てるんですけども、こちらですね結構瞬殺でなくなるんですよね。今回もね限定300個でしゃぶしゃぶ用のすき焼きのお肉ですね、こちら1万円で300個、またね、カツオの炭火焼きたたきセット 1.3 キロ、こちら限定100個ですね、あと飛騨牛のすき焼き肩ロース1万5000円ということで、まあ、こんな感じになっておりまして、こちらね、お安くなってたり量が増えてたりねするっていう形になりますんで、気になる方はですねこちらもねぜひ早めにチェックしていただければなと思います。でですね、この ANA のふるさと納税なんですけども、今までですね ANA のふるさと納税っていうのはANA のクレジットカードでね決済した場合であっても、マイルプラス加盟店っていうのにですね加盟してなかったんですよね。こちらがですね2021年の10月1日からですねマイルプラス加盟店っていう風になりましたので、なんでね今までちょっと対象外だったのかわかんないんですけども、10月1日よりですね対象になったっていう風になりますんで、 ANA のクレジットカードで決済していただくと、通常のねマイルにプラスして200円につき1マイルね、プラスされるっていう風になりますんで、プラス 0.5% 還元のね ANA マイル還元率っていう風になりますので、もしねこの ANA のねふるさと納税ね利用されている方はですね ANA のねクレジットカードで切っていただくと、プラスね 0.5% 還元ね取れるようになったっていう風になりますんで、こちらもね覚えておいていただければなと思います。それでは3つ目ですね、 ANA ショッピング A スタイルということで、今回ですね全部で3つの商品がね出ておりますね、まずね ANA オリジナル飛行機カバー、機内採用スペインワイン赤白4本セット、こちら9980円ですね。次に ANA キュン400円オフクーポンということで、 ANA オリジナルビーフコンソメスープですね、スティック120本、こちら5400円が5000円で購入することができます。であともう一つですね、 A スタイル全商品1000円クーポンということで、こちら1万円以上でね利用できる1000円クーポンがですねもらえるっていった形になります。でですね、こちらのコンソメスープとですねこの
1000円クーポンの方ですね。こちらは、前々回の動画だったと思うんですけども、そちらにちょっと詳しく解説ね、出しておりますので、利用される方はね、そちら見ていただきたいなと思うんですけども、こちらですね、クーポンを受け取っていただいて、またね、こちら購入するときにですね、クーポンを選択していただく必要がありますので、クーポンね、利用される方はですね、注意していただきたいなと思います。それでは次に4つ目ですね。ANA Pay ダブルマイルということで、まあこちらはですね、毎回やっておりますけども、本来ですね、この ANA Pay っていうのは200円につき1マイルっていうね、マイル還元率なんですよね。っていうことなんで 0.5% 還元なんですけども、このね、ANA 感謝の日に関しては200円で2マイルということで 1% 還元になります。それでは次ですね、今回ね、一番すごいのはですね、こちらなんですよ。12月搭乗分の ANA29 路線限定国内線特典航空券減額マイルキャンペーンということで、こちらですね、2021年の12月搭乗分のですね、国内特典航空券の減額マイルキャンペーンなんですけども、これですね、路線こんな感じになっておりまして、必要マイル数ね、注目していただきたいんですけども、すごくないですか、これ。すごいですよね。羽田沖縄間がですね、3900マイル。羽田福岡間、2900マイルなんですよね。いや、これすごいですよね。ちょっとね、かなりびっくりしたんですけども、特旅マイルキャンペーンにね、比にならないぐらいね、こちらね、必要マイル数少ないっていう風になりますんで、こちらね、かなりすごいですよね。で、搭乗期間だけね、注意していただいて、販売期間はね、10月の29日の1日限定っていう風になるわけなんですけども、搭乗期間はですね、12月1日から12月の24日までっていう風になっておりますんで、こちらね、12月いっぱいずっとではなくて、12月の24日までっていう風になりますんで、この点だけはね、注意していただきたいなと思います。いやー、でもね、これ本当にね、すごいですね。私が知る限りね、一番の減額マイルキャンペーンではないですかね。羽田那覇3900マイルはすごいですよね。往復したって8000マイルかかんないですからね。いや、これはすごいですね。もしね、利用されたいっていう方はですね、おそらくどんどんね、空席なくなってってると思いますので、ぜひね、早めにチェックしていただいて、利用ね、していただければなと思います。こちらね、本当にびっくりしましたね。それでは次にですね、ANA トラベラーズホテル ANA 金特別ホテルプランということで、沖縄、九州、関東のね、ANA トラベラーズホテルが対象といった形になっておりまして、宿泊期間がですね、2021年11月から2022年の3月までということで、期間がね、結構あるんですよね。で、私がね、簡単に調べたところだと、ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾート、ここでですね、だいたい2、3000円はね、他のサイトよりかは安くね、出てくれるっていう風になりますんで、他のサイトのね、比較は行っていただきたいんですけども、結構いいのではないのかなという風に思いますので、こちらね、11月から3月の間ですね、宿泊予定ね、されている方はですね、こちらの価格もね、ぜひチェックしてみていただければなと思います。それでは次にですね、ANA スーパーバリューセールということで、先月ね、こちらなかったんですよね。ちょっと先月なくてね、残念だなというふうに思ってたんですけども、10月はですね、復活しました。で、今回のね、スーパーバリューセールの対象路線なんですけども、九州、沖縄っていう風になっておりまして、搭乗期間はですね、2022年の1月8日から2022年1月31日ということで、来年のね、1月8日から1月31日までっていう風になっておりますんで、もうね、来年のね、航空券なんですよね。ですんで、まあ、こちらね、ANA スーパーバリューセールということで、もしね、2倍キャンペーンとかが、今や、プレーンポイントで2倍キャンペーンやっておりますけども、これが仮にね、1月とかね、またやったとしても、こちらはね、キャンペーンの対象には入ってこないと思うんですけども、もうね、来年の航空券も、まあ、今回のこのセールでね、抑えることができるっていった形になってるんですよね。でですね、私の方で、ANA 感謝の日2021年6月と今回のね10月の感謝の日のスーパーバリューセールね、ちょっと価格比較をねさせていただいたんですけども、こんな感じになっておりまして、見ていただければね、本当にもう一目瞭然なんですけども、まあ2022年にね入ったからなのか、緊急事態宣言がね、まあ、解除されている部分もあるのかもしれないんですけども、まあ、今回のね ANA のスーパーバリューセールですね、今年の6月にね行われたセールに比べると
結構高いですね。ほとんど高いっていう風になっておりまして、まあ、唯一ね安かったのは伊丹福岡路線ぐらいですかね。それ以外は一緒もしくはまあほとんどの場合でですね、まあ、高いって形になっておりますんで、ちょっとね今回の ANA スーパーバリューセールね、ちょっとお高めっていった形になりますかね。まあ6月はですね、緊急事態宣言もねありましたので、まあそういった部分もあるので、まあそこがあんのかななんていうふうに思うんですけども、まあ今回のね ANA スーパーバリューセールね、ちょっと価格ね上がってきておりますので、まあセールといってですねすごい安いかって言われると、まあ6月よりかはちょっと高いかなっていう感じなんですよね。まあ一応ねこの点も頭入れといていただければなと思います。ということで今回ですね、ANA の感謝の日ね、毎月29日やっておりますけども、いや今回ね、本当に減額マイルキャンペーンがね、本当にすごいですね。本当にびっくりしました。いや羽田、沖縄3900マイルとか、羽田、福岡2900マイルとか、まあそれ以外の地域ももちろんお得なんですけども、いや羽田、福岡、2900マイルって往復6000マイルですからね。特旅マイルキャンペーンよりさらに安くなるっていうね。まあもちろんこちら1日限定なんで、まあそれを狙ってこんだけ下げてきたんだと思うんですけど、いや本当にね、すごいですよね。ぜひね、12月1日から12月24日ね、搭乗予定されている方はですね、ぜひね、減額マイルキャンペーンね、使って予約ね、してみていただければなと思います。ということで今回の動画でこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。